お前はこいつにも見捨てられたのだ。こいつは自分のことしか考えない。お前の親もそうだった。娘を売った。ヤスケ、分かってきたようだな。この侍を止める手は一つしかない。 殺すしかない。さあ、心臓に突き立てろ。お前にこいつは必要ない。さっさと息の根を止めて自由になるがいい。いや、ヤスケは友達よ。 やすけ、やめるんだ。どうなってる。これは幻だ。ああ、そうだ、まやかしに決まってる。まやかしではない。お前の記憶だ。夏丸、お前は立派だ。 たとえ自分を殺してでもやるべきことをやろうとする。素晴らしい友人だ。私にもな。違う、ただの幻だ。許してほしいと思い生きてきたが、その君はもういない。まだ生きていたらどうしてほしいと思うか考えて、望みを果たしてやろう。前にそう言ってたよね。殺し、 その長光秀を消しかけて裏切らせたのだ。北条政子を殺せ。そうだな、死ね。幻を見破れば勝てるとでも思ったか。その娘の力に手を出す間、少々遊んでみただけだ。なんなら力ずくで奪い取っても構わない。